どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して現在は海外移住に向けて準備中の一般男性でございます。昨日はね、ケリーの結婚式、僕のアメリカ人の友達の結婚式初参加して、いやめちゃくちゃ楽しかったんですよ。ぜひね、Vlog 見てください。みんな温かくてね、本当にいい経験できましたよ。何よりね、のりちゃんが一番楽しそうだった超楽しかったね。うたちゃんもね、みんなに可愛がられてね。パーティーガールって言われて一緒にダンスしたんだよね。ねということで、今日はなんか疲れちゃいましたね。午前中は私ずっと寝てしまいました。で、今はもうね、お昼というか13時ですね。今日はね、初めてレンタカー借りて北の方にね、ノースショアと呼ばれてるエリアにね、行ってきたいと思います。ちょっと雨降ってるね。でも相変わらず涼しいですよ。レンタカーで1時間ぐらいで北のエリア着くんですよ。そこにもいろいろね、楽しいスポットがたくさんあるっていうんで楽しみたいなと思います。安全運転でね。まあそもそもね、車借りれなきゃこのプランは、まあ、ボツになるんですが、まあなんとかなるでしょう。ホノルルオートレンタル、先週まで泊まってたコンドミニアムの下にレンタルカー屋さんがね、あるんですよ。行ってみたいと思います。評判も良かったんで、どうぞお入りください。あ、日本語対応可能なんだね。今日はね、やめました。今日借りると6時までに返さなきゃいけない、もしくは一泊どっかで駐車して明日返さなきゃいけないっていうことになったんですよ。そうなると駐車場代かかるんで、なんかもったいないんですよね。すぐ帰ってこなきゃいけないし、ね、そう、すぐ帰ってこないといけないか、駐車場代払って明日返すみたいな、うん、どちらにしてもね、ちょっとなんかそれもったいない気がするんで、明日朝からレンタカーして夜返すプランにしようかなと思います。だから今日は一旦ちょっと部屋戻ってバスでね、カカア湖っていうエリアに行ってみたいと思います。アロハシャツ借りたところのね、お姉さんが最近はカカア湖が暑いですよって言ってたんで、そこに、ね、バスで行きたいと思います。柔軟に対応していきます到着です。あ、青だ。実はね、来て早々ね、ここ来たんですよ。ホールフーズマーケットクイーン店に行くためにね、降りて、ここが実はカカオ湖エリアだったんですよね。知らなかったです。まあこの前はね、ホールフーズ行っただけで帰ってきたんで周り見てないんですよ。で、今回はそのこの前見なかったね、周辺をね、散策していきたいなと思いますよ。はい、行きましょう。カカア湖エリアはですね、もともと倉庫街だったらしいんですけど、今はおしゃれなエリアになってます。はい、その中でも見物となっているのがですね、ウォールアートですね。このようなウォールアートが至る所にあるみたいです。この通りには計5つぐらい、6つか5つぐらいのウォールアートがね、並んでますよ。このエリアは本当開発中なんだろうね。どんどん綺麗なコンドミニアムが開発されてますね。うん、あれもそうじゃないし、で、あれもなんか建ってるし、これもなんか今建築中な感じがしますね。これもなんかおしゃれ。買うか。ウォールアート発見しました。 Enjoy the golden future。 のりちゃんはしゃいでます、ウォールアートの前でちょっとでかすぎるね。ちょっと雨降ってきましたね。坊主でよかった。どういうこと？髪型気にする必要ないでしょこれ。あ、やばい、ちょっとまだつままれてるわ。撫でて斜め撫でて斜め撫でて押さえて、で、下向いた方がいいかもしれない。いいね、げんちゃん。あ、これ顎引いても絶対に虹顎に見えない。確かに、ひげで隠れてるなんかさ、ここにめっちゃさ、あれ、日焼け止め塗ってた。恥ずかしい。白いなんか顎がよく塗った方がいいよ、この辺。ただいまのりちゃんのインスタ映えその写真撮り終えたんで、お昼食べに行きたいと思います。インスタに写真載せます。そうそう、最近ね、のりちゃんもインスタ積極的にやってるんでぜひね、フォローお願いします猫だけじゃなくなりました。のりちゃん本人も写ったりしますんで、よろしくお願いしますパウワウ
ハワイっていうイベントがあるんで、アートイベント、毎年2月に行われてて、1週間かけて巨大なウォールペインティングを行います。だから書き換えられちゃうんだって、同じのが見られなくなっちゃうんだ。これがもう最後のチャンスかもしれないね。そうだね、同じのは次来た時は見れないかも。よく見たらこっちのペイントもすごくない？洗練されたデザインですわ。なんて言ったらいいかわかんない行きましょう。食レポができないから同じようになんか評価できない てっきりウォールアートポンポンポンといくつかあるだけかなと思ったら、もうそこら中ウォールアートだ。ここもそうだし、すごいね、向こうの向かい側の壁も全部そうだし、ひたすらウォールアートですよ。タウンに出ましたね。いろんな店がありそう。そう、これサイトに載ってたハンクズホットドッグ、ここにしてみる？残念。でもなんかこの辺いろいろありそうだから、ちょっと見て回りましょう。なんか楽しそうじゃん。ここトイレもあります。ここ最高じゃないですか。安心。これさ、現在営業中ってボタンです。これ あるんか。なんだ、 Google マップに現在営業中っていうフィルターがあるんか、知らなかったぜ。Hi. Hi. I got a message. Yeah, perfect. Have you dined with us before? No. Okay, so how it's gonna work is just order at the counter, and then once you're done ordering at the counter, sit at any table that's open. Just don't sit at a table with a reservation sign on it. Okay. The first we need order. Yes. Yeah, okay. Thank you. Thank you. 席取る前に最初にフードオーダーをしなきゃいけないみたいですね。あ、ここでやるんか。なんとハッピーアワーだったんで、いろいろ安くなりましたね。ちょっとビール、これも2ドルオフ、ピザは10ドル全部、スモールプレートは半額、まあまあ、安くはないが。全部でいくらぐらいだった？あれいくらだっけ？値段を見てない。値段見てなかった。ピザ10ドル、ラビオリが、まあ、5ドルぐらいでしょ。あ、安くなって5ドル、うん、15ぐらいじゃない。まあ、足りなかったら追加できるみたいな。うんうん、言ってたね。じゃあとりあえずビール飲もう。いただきます。乾杯。乾杯。ああ、冷てぇ。変わった味、なんか薄い味する。これ薄味、なんかビールの種類もさ、いっぱいあるよね。いっぱいあったから、もう適当です。グラスもうまい。冷えてるね。マッシュルームピザとね、ラビオリ。ラビオリでもなんか餃子みたいな。水餃子みたいな。これで食べてみますか。ピザちゃんはずっといい子に入れてますね。なんだろう、上に乗ってるのチーズかな。なんだろうね。いただきます。熱いの？うん、もちもち。あ、もちもち系のラビオリね。中に何だろう、チーズが入ってる。あ、包まれてんの、なんか。うん、でもなんかちょっとね、辛いソースかかってる。うまい。不思議な味。不思議な味か。じゃあうまいかどうかわからない。野菜もちょっと入ってるかな。美味しい、美味しいと思うけど、不思議な味。うん。ね、ちょっと全部持ってったじゃん。やだ、ピザの上にいっぱい垂らしてる。やめてよ。これは結構好きよ。好きな味？濃厚な味するね。なんか、なんかチーズがね、カロリーは高そう。不思議な味っていう気持ちは分かる。美味しいよ。うん、すごいクリーミーで、でもちょっとピリッとするでしょ、うん、これナイフとフォークで食う系のナポリピッツァですよ。ちょっとね、ついてる。一枚一枚でかいし、イタリアを思い出すぜ。ちょっとタンパク質は低そうですね、ピザなんでね。いただきます。うん、あ、美味しいです。キノコピザ、あのキノコのマッシュルームのね、旨味がね、出てます。あとはチーズと合うね。このマッシュルームの旨味とチーズ、全体的にピザにね、よく馴染んでます。口の中に広がりますね、香りが。美味しいです。のりちゃん的にはどう？口に入れるとキノコのいい香りがふわっと広がりました。あ、だよね、うん、だよね。チーズとね、このキノコの風味がとてもよく合います。うん、だよね、うん、食べましょう。とても美味しい。
車の下に猫ちゃん発見、3匹目ハワイ来てから、イエーイ、かわいい。それより鶏が多いですね。もう至る所に鶏がいます。あ、ひよこもおる。ちょっと大きめのひよこいる。成長した。あ、逃げていく、逃げていく。こちらはですね、カカアコウォーターフロントパークっていうところで、噂によるとね、ダイヤモンドヘッドからワイキキまで一望できるっていうことなんですよ。ピクニックスポットでもあって、ご覧の通りね、めちゃくちゃ今人います。すごいね、人多いね。あと Google の口コミですごいね、興味深いものがありまして、猫がたくさんいるらしいんですよ。これはちょっと見つけないとね。どこや、猫は。さあちゃん、目覚めました。かわいい、笑ってんな。今ね、ほら向こう見るとね、海見えるよ、たちゃん。結構波強いんだから。そう、今日実は大変なことが起きたんですよ。うたちゃんの上の歯が生えました。ありがとうございます。かわいい上の歯がね、生えてますよ。写真もあるんで、どうぞご覧ください。ちょっとスキッパーです。かわいいですよ。つい最近下の歯生えてね、喜んだと思ったら、もう上の歯。早いね、あなたは。早いねえ。下の歯生えた瞬間も、上の歯生えた瞬間も、私はね、両方立ち会うことができて幸せですよ。もうなんなら生えた瞬間見たかもしれない、俺は。ニョキニョキっと音聞こえた。ねえ、うたちゃん。かわいい。すごい、めちゃくちゃ波高い。あー、サーフィンしてる。あやく俺今濡れるところだった。全然来ないと思って油断してたわ。結構橋まで歩いてきたんですけどね、猫はいません。いないね。嘘の情報に振り回されてます。振りばっかり。本当だよ。見てください、こっからね、ダイヤモンドヘッド一望できるんですよ。あれダイヤモンドヘッドですよ。そしてついに猫です。見てください、猫がいます。口コミは本当でした。あ、3匹いる、奥にもいる。あ、本当だ。うー、いるじゃない、猫ちゃんたち。兄たのか。あ、結構いるね。あ、ね、あ、近寄ってきた。あ、近寄ってきたの。ほら、近寄ってきた。そこにも。どうしたの。ほれ。ほれ。めちゃくちゃいっぱいいるじゃん。やば。そこにいましたの。そこにいたの。あ、どうしたの。ほら、いっぱいいるの。チーノ、うたちゃん。楽しいね。ポンポンしてやろうか。お前ら。ダイヤモンドヘッドのとこ虹出てます。素晴らしい。雨降ったもんね。猫もいて、ここはハワイの一番の癒しスポットではないでしょうか。あなたバス乗るたびに、あれカメラ向けると笑うんか。あなたバス乗るたびにいろんな人に絡まれてますね。絡まれてね、手振ってもらったね。ねえ、また言われてビューティフォーって、ね、おばあちゃんにね。ねえ、おばあちゃん。カカアコから今戻ってまいりまして、バスに乗ってね、アラモアナの近くにあるドンキホーテやってまいりました。見えますか、ドンキのこのペンギンの頭が。ペンギンの頭だけ見えますか。ここね、バスによると安いらしいんで、ちょっと見てみましょう。夕ご飯もこれね、買えたらいいなと思いますよ。なんか最近自炊してない気するね。気のせい、気のせい。なんかお店がいっぱい並んでおりますね。プレートフードっていうのかな、ね、でもアジア系が多いね。ここトンカツだって。トンカツ、味噌焼き。あれ、こっちたこ焼き山ちゃんだって。うまそうや。もうほぼ日本のドンキと変わりません。雰囲気ですよ。値段はまだ分かりません。79セント。意外と安い。ヤマキ鍋つゆ 4.99、 700円ぐらい高いでしょ。クックル 3.79、 高いね。とろけるカレー 3.69、 スープベースだし 5.19、 高い。だしの素 1.59。 でもあれだね、日本の調味料とか余裕で手に入るね。めんつゆ
4.49、これ高いな。安く買えるよね。ごま油、ごま油 6.99、 高いね。 N クールまであるじゃないか。 N クール枕 33.99 どうした。マットもいっぱいあるよ。これニトリのものじゃないよね。あ、違うの。キホームって書いてある。え、ニトリじゃないのこれ。キホームって何ホーム。キホームって言ったら、キホーム。ハワイで子供の日も迎えられますね。安心して。値段は張りますけども。購入イソフラボンもあるよ。12ドルだって。これは高いってすぐ分かるね。多分日本だと700円ぐらいだもんね。でも全部揃うね。うん、でも揃うね。何でも揃う。え、ほんとミルクもさ、見てみたい。うん、ほほえみ。ミルクはハワイのなんだ。普段飲んでる明治のほほえみミルクはありません。ミルクだけ手に入りません。他は全て手に入ります。そうだね。食パンも高えな。日本だと半分ぐらいで買えるぞ。すごい薄い。しかもなんかちっちゃくない。日本の8枚切りと違うね。高いです。うどん、冷凍うどんとかもすげえすぐ手に入りますね。じゃあ高っ。5ドルもするわ。肉まさとか行数で買えたらこんなの超安いのに。高え。納豆もあるじゃん。高っ。3ドル。日本の 2,3 倍するぞマジで。一番安い味噌で 5.79 か。うーん、全部揃うけどね。やっぱり餅屋5ドル、高い。でも和菓子も買えるぞ。おはぎも買える。4ドル、高い。高いけど食える、いいね。贅沢おやつだ。焼き芋も売ってるぞ。もうほんと日本と一緒。ただ高いね。2倍ぐらいするわ。普通に日本で食べれるようなお弁当も売ってますね。ただ値段見るとまあ2倍ぐらいですね。今日の夕ご飯はですね、このドンキの前に店を構えているトリプル A ローカルバーベキューってとこにします。肉肉しいねメニューばっかりになるんですよ。メニューもたくさん、口コミもいいんですよ。僕はね、今一番右上のオノチキンっていうね、噂によるとちょっと酢豚っぽい味付けのやつ、ちょっと美味しそうなんでそれにしました。オノチキンです。10.46 ドル、安く感じるわ。これが安く感じるというね、ちょっと麻痺してきますわ。おお、すごい、すごい量だ。結構量ある。あ、マカロニサラダも入ってるね。で、ご飯が2玉。マカロニサラダがね、米と一緒ぐらいありますね。あ、すごい、うまそうじゃん。揚げてる、やられた。揚げ物避けてたの。揚げてるじゃねえか。もちこチキンをさ、酢豚にしたんじゃない。可能性ある。美味しそう。なんかのりちゃんはね、お腹いっぱいみたいに頼んでません。ちょっともらう。米が進むぜ。サクそうだ。サクサクしてる。サクサク系、米も食べな。めっちゃ美味しいじゃん。ケチャップ。こういうのがいいんだよ、シンプルで。多分のりちゃんはこれでお腹空いてきます。ちょっと揚げ物ってのが予想外。違う、ちょっともっと食べてあげる。あ、すごい。え、うまい。うまっ。ほんとハワイ来て太っちまうぜ。そらドンキの感想なんですけど、確かにね、見た目はパッと見日本のドンキ変わらない。日本のドンキそのまま、むしろ日本のドンキよりもなんか動きやすい。整理整頓されてて。ただ、日本のものは全部揃う。ほとんど揃う。お菓子も調味料も野菜も肉もなんか日用品も全部揃う。ただ値段は円安の効果があって3倍ぐらいします。高いです。だからハワイに移住した時とかちょっと旅行した時はドンキはね、必須と言ってもいいかもしれない。そしてこの店の前のトリプル A ローカルバーベキュー、ローカルチキン、ローカルバーベキューめちゃくちゃうまい。でこのオノチキンはね、揚げ物だからね、注意しない。想像以上の量。そして多分あのチキンは皮だけです、きっと。身を感じませんでした。ということで明日の朝食べます。残りはのりちゃんに手伝ってもらってもなおね、ちょっと食べきることができませんでした。ということで今日は帰ります。いやー、家に帰ってきました。雨降って結構寒かったんですよ今日。外ね、珍しくちょっと寒いんです。うん、うたちゃんもね、雨に濡れて泣きじゃくってましたね。今はもう笑ってます。いや、今日もね、なんだかんだ一日中何かしてましたね。午前中はね、疲れ溜まってずっと寝てたんですけど、午後は歩き回っちゃいましたよ。今日もね、1万5000歩ぐらい歩いてます。うん、痩せちゃいますね。この後ジム行くんですけど、私。ということで明日は朝からレンタカー借りてノースショアの方にね、行ってみたいと思います。ぜひね、チャンネル登録してそちらの動画を楽しみに お待ちください。うん、それではさよなら。あとね、
こっちのドンキホーテの歌の方がなんか日本のドンキの歌よりもうまかった気がします。どうでもいいですけど、あとドン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 キドンキドンキだったよね。あ、違った。ドンドンドンキだった。日本だったもん。ドンキホーテでしょ。ホーテって言わなかった。言わなかった。そこの違い見つけました。それでさよなら。どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して現在は海外移住に向けて準備中の一般男性でございます。皆さん前半のハワイプチ移住 Vlog もう見ていただけましたでしょうか。今回の Vlog も結構面白いのでぜひ見てください。ハワイのドンキホーテで日本の商品がいかにね円安とインフラの影響で高くなっているかっていうのを実感できると思いますのでぜひご覧ください。本題に入る前に一つ有用な情報を共有させてください。それはですね、このビーコミさんというプロの投資家さんが最近出版されたこの初めての資産運用っていう本があるんですけど、こちら今無料で配布しているということで概要欄と固定コメントのリンクから簡単にね PDF 版も書籍版も入手することができますのでぜひねご活用ください。こちらの本、資産運用をこれから始めていく方とか始めたばっかりの人に向けてドルコスト平均法とは何かとか高配当株の選び方とかリートの解説とかね必要な情報を全て網羅できますので非常におすすめです。またね後半のタイプ別ポートフォリオを B コミがアドバイスしますっていう章があるんですけど、そこはですねご覧の通り6つのタイプの人を想定してそれぞれにねどういった資産運用していけばいいのかっていうのを具体的にアドバイスされているので、まあ、自分と似たような境遇の人がいればねそれを真似すればいいっていうことになりますので参考になると思います。概要欄と固定コメントのリンクから入手できますのでぜひねご活用ください。今回はですね私が3300万円ほど投資している高配当株の運用状況について共有していきたいなと思います。まあ高配当株と言いましても私は QYLD で XYLD をメインに、あとはまあ VYMで運用してます。日本株とか個別株は持ってません。正直高配当株には運用益っていうのはあんまり期待してないんですよね。配当金さえもらえればいいやっていう精神で運用してます。なんでかっていうと運用益を期待している枠としてインデックス投資をちゃんと他で持ってるからですね、そっちで期待してるんで高配当株はあくまで配当金欲しいなっていうことで資産が増えないでおなじみの QILD を持ってるわけですよ。先週はねかなり上昇相場でインデックスの方はね含み益になったんですけど QILD は悲惨なことになってます、まあ、今回はねそういうことも含めて共有できたらいいなと思います。 QILD 興味持ってる方結構多いと思いますんで、まあ、持つとこういうことになりますよっていうのもね紹介できたらいいなと思います。運用状況はこんな感じですね。 QILD が今分配利回り 11.89%で投資金額が約2900万で7ヶ月くらい保有してます。で XYLD が 11.93% で約56万円持ってます。まだ3ヶ月くらいしか持ってません。で VYM が 2.36% で約、ね、300万投資していてもう2年近く持ってますね、一番長いです。で年間配当が今までね530万くらいってたんですよ。で12で割ると毎月44万6千くらいの配当金ってことになってるんですけど、今日ね配当管理っていう別のアプリで登録してみたところ430万くらいになったんですよね、まあ、どっちが正しいかちょっとよくわからないんですけど、まあ、一応両方紹介しておきます。まあ年末にねわかることなんで改めてそれはそれで紹介したいなと思います。どうでしたか皆さん。先週は私は非常にテンション上がる1週間でしたね。まあ、なんでかっていうと上昇したんですよ。今まで下落が続いてましたからね。ニュースでもまあ盛り上がってましたよね。ダウなんか9週間ぶりに上昇したっていうことなんですよ。 S&P500 は週間ベースで言うと2020年11月以来の大幅上昇を記録したっていうことなんですよね、直近5日で言うとプラス 5.62%、 ナスダック100がプラス 6.98%、 でダウ平均がプラス 4.93 と、3指数ともプラスでしたね。私のねインデックスも先々週までマイナスだったんですよ、含みゾーン。今回ねまたねプラスに転じました。ありがとうございます。皆さんいかがでしょうか。ただね、まあ、今後じゃあどうなるのっていうところですよね。反発していくのかっていうのも、僕も気になったんでいろんな
記事とか見てみたんですけど、まあ、結構ネガティブなものが多かったですね。これは一過性だろうと、今後まだ下がっていくんじゃないのっていう記事がほとんどでした。まあなのでね、私は気にせずこれからも淡々とドルコスト使ってね、積み立てていきたいなと思ってます。まあそれしかないですよね。いくら考えても答え出ないんで、今後どうなるかなんて。なんで下がってるのっていうのをね、まあいろいろこう記事見て漁っていくと、まあいくつかね言ってるのありました。例えば一つは、まあ過去の暴落局面と比べるとまだまだ調整足りてないんじゃないのと、下落幅が足りてないんじゃないのっていう意見もありました。例えばダウは1月4日に直近高値つけて、まあ、そこからね最大 15% 下落してるんですよ、これまで。ただこの 15% って、まあ、過去のね、例えば2018年のクリスマスショックね、この18年のクリスマスショックって今と状況が似てるんですよ。利上げもしていましたし、米中の対立の激化、これ重なって株式市場ってのは動揺してたんですよ。今もそうですよね。金融引き締めと、まあ、地政学リスク、ウクライナ関係ですよね。それが重なって株価って下がってます。でクリスマスショックの時は 19% 下落してるんですよ。で今 15% ですよね。だからちょっと今それと比べるとまだまだ足りないんじゃないのと、まあ、そういう意見でした。まあ、ナスダックに関してはね、すでにね、その18年のクリスマスショックよりも下落幅超えてるんですけど、でも状況的には IT バブル崩壊と似てんじゃないのって言ってる人もね、結構いるんですよね。状況は似てるか分かんないですけど、まあ、今、ハイテク株売られてる理由って、まあ、コロナショック後の金融緩和によって、まあ、押し上げられたものが今、売られてるっていうことで、まあ、IT バブルの時と、ちょっと状況似てんじゃないのと。IT バブルは1年かけて 68% 下落してるんで、まあ、今回よりも40ポイント大きいんですよ。で今回は利上げのペースも異例の速さですし、まあ、コロナショックの時に大規模な金融緩和しているだけにね、その影響って大きくなると言われてます。それがね、経済とか市場にどのぐらい負荷がかかるか、どのぐらい影響がかかるかっていうのが、まあ、予想しづらいと、まあそういう理由ですよね。まあ、あとは PR の観点ですね。 PR の観点で言うと、もうかなり割安な状況になってるっていう見方もできるんですよ。例えばダウっていうのは今現在 PR19 倍ぐらいなんですよね。で過去10年の PR で言うと 17.5 なんですよ、平均が。だから過去10年の平均に近づいてきてる。若干割高であるんですけど、だんだん近づいてきてるってことで、ちょっと安くなってきてるって言い方もできます。でナスダックに関しては、まあ、ハイテク株も多いんでね、かなり下がってきてるわけじゃないですか。 PR で言うと過去10年の平均をもうすでに、ね、下回ってるんですよ。コロナ前の水準に戻ってるんですよね。 PR で言うとかなり割安なんじゃないのと言われてます。ただ PR で割安か割高かっていう判断っていうのは、業績が変わらないことが前提なんですよね。なんでかっていうと、株価っていうのは PR×EPS なんで、業績が悪化して収益率が下がれば株価下がるわけですよ。で今回はもう金融引き締めで景気後退に向かっていけばね、業績悪化っていうのはこう免れないんで、 PR がいくら割安になっても、まあ、業績によっては株価下がるよって言われてます。あとはイールドスプレッドの観点ですね。国債、まあ、安全資産って言われてる国債との利回り差から株式相場の調整度合いっていうのを測ることができるんですよ。このイールドスプレッドが大きければ大きいほど、今が投資タイミングがいいかどうか、まあ、投資妙味があるかどうかっていうのが判断できるんですよ。ナスダックのイールドスプレッドっていうのは24日時点で 1.33% で、過去10年の平均のイールドスプレッド 2.05% なんですけど、それに比べてまだ低いんですよね。この10年平均と同水準になるには、株価がね2割くらい安くなる必要があるみたいなこと書かれてます。だからいろんな市場関係者から言うと、株価だけ見た場合はナスダックは割安で調整が終わったかのように見えるんですけど、長期金利に対する利回り差、まあ、イールドスプレッドを考慮すると株価はまだまだ割高なんじゃないのみたいなことも言われてます。だからまあいろんな理由でね、まあまだまだそこじゃないのとか、これからもうちょっと下がるんじゃないのっていうことも言われてるんですよね。ポジティブなね記事もありまして、例えばこれですね。 S&P500 っていうのは年初100営業日の間でパフォーマンスが最も悪かった5年っていうのは、いずれも年内に反転して、その後の7ヶ月間で平均 19.1% も上昇しているっていうデータもあるんですよ、過去から見るとね。例えばね、1932年っていうのは年初最初の100日間でマイナス 38.1% だったんですけど、その後の7ヶ月間で 37.6% も上昇してる。1939年はマイナス 12.9% だったのが、そこから 8.8% 戻してると。
それを当てはめれば今年も年末にかけて上昇していくんじゃないのと、まあ、そういう見方もあるんですよね。前々回ぐらいの動画で S&P500 2023年は爆上がりかみたいな動画出してるんで、そこの理由もいろいろ考えると、まあ、2022年は調子悪いけど2023年は爆上がりするんじゃないのみたいな見方もできるんですよね。まあまあ、あーだこーだ言いましたけど、私はねどうなるかわからないんで、まあ、引き続き淡々と会話していきたいなと思ってます、うん、早速運用実績行ってみたいと思います。前回はですね、高配当株 QILD も含めてプラスでした。 QILD はプラス15万9千円プラス 0.54、 まあギリギリでしたね。で XYLD はプラス 4.14 と、うん、で VYM はプラス 52% と 71%、 もう安心の VYM でしたね、うん、で全体の評価損益もプラス 5.81 と、うん、プラスになってました。ただ今回ですね、見てください、マイナスです。 QILD はマイナス 10% マイナス290万と、まあしょうがないですよ、 QILD はそういうもんですから、うん、ナスダックだし。で XYLD はマイナス2万6000とマイナス 4.63、 まあ持ってる株数が少ないんでね、まあダメージは少ないですと。で VYM は相変わらず安心の VYM です。プラス 52.53 とプラス 71.57、 前回とほぼほぼ変わってないですね。さすがです。まあこっから分かるように、例えば資産100万ある人が100万 QILD にしようとかは本当にやめた方がいいと思います。絶対下がるんで、うん、過去のデータ見ててもね、もうある程度資産ある人が目の前の配当金欲しいなっていう人が QILD とかでちょっと利回り上げるっていう方法しか私はねおすすめできないですね。年初来のチャート見ても分かる通りですね、 QILD はマイナス 19%、 XYLD はマイナス 12.59%、 かなり下がってるんですけど、 VYM はマイナス 0.44 と、ほぼプラマイゼロ。 S&P500 はマイナス13ですけど、 VYM はほぼプラマイゼロ。高配当株堅実に行きたいんやったらもう VYM とかがいいと思いますよ。下落相場にも強いんで。ただですね、評価損益はマイナス120万とマイナス 3.69 とマイナスなんですけど、これまでもらった配当金を合計するとですね、これまでもらった配当金が220万くらいだったんですよ。これを含めたトータルリターンでいうとプラスでした。プラス 3.03% でしたね。一応ね、評価損益はマイナスでしたけど、まあ配当金含めるとプラスってことで、まあ、そこがね QILD のいいところでもあります。配当金いっぱいもらえるんで、それを足すと、まあ、一応プラスですよと、そこでカバーできますよってことになります。以上ですね、こんな感じでした。今日5月30日の月曜日で米国株市場お休みなんですけど、まあ明日からまた始まるんでね、楽しい投資ライフを送っていきたいなと思います。これから投資始めるよって方と、もう投資始めてるよって方、全員にね、おすすめの情報なんですけど、今ね、LINE 証券とストリームっていう米国株取引アプリがキャンペーンやってます。LINE 証券は口座開設して、もう超簡単なクイズ2問正解するだけで3000分の日本株もらえます。さらに新規取引するだけで1000円もらえるんで、合計4000円もね、もらえるんですよ。ありがたくないですか。でストリームに関しては口座開設するだけで最大5000円分の日本株もらえます。うん、どちらも別に持ち続ける必要はないんですよ。すぐ売って自分の好きなね株買うなり、現金化して、まあなんか外食するなり好きにしてください。概要欄と肯定コメントのリンクから簡単に口座開設できるんで、ぜひねご活用ください。それではさよなら。